ういう状態にこれ合わせて、でここでこういう状態のこれくらいのところを最後まで音聞くまで、釘の頭に当たるまで打ち込んで、あとはこの出たところをこういうふうに取って、この出たところをノコギリで切っていく。で植木もみんなこの3つをでこういうふうに、この中も外も全部ここはしっかりすかないように、隙間ができるとここから水が入って、で順番にここから早く腐っていって船の寿命が縮むんで、しっかり水が入らないようにピタッと栓をするっていう、大事な植木も大事です。